75番街駅は、クイーンズクフォレスト、ヒルズの75番街、クイーンズブールバード交差点に位置する、ニューヨーク市地下鉄、IND クイーンズブールバード線の駅である。E 系統が、平日21時以降と週末の全日、会系統が、終日停車する。北側の階段クイーンズブールバード線は、市営のインディペンデントサブウェイシステムで最初に、建設された路線の一つで、 マンハッタンの IND8 番街線とクイーンズ区、ジャマイカのジャマイカ -179 町名機を結んでいる。クイーンズブールバード線は公共事業局から2500万ドルの融資と債務保証を受けて建設された。1920年代末に地下鉄の延伸計画が明るみに出ると不動産価格はたちまち上がり、沿線開発のため古い建物は次々に 取り壊されていった。当時のクイーンズ区長、ジョージ・ハーベイは地下鉄の開業により、クイーンズブールバードはクイーンズ区のパークアベニューになると予言した。地下鉄建設に合わせて宅地開発が進んだことから、全線開業後はミッドタウンから多くの移住者を引き寄せた。地下鉄列車の便も多く、ホレストヒルズは住みよい街になっていった。 1936年12月31日に IND クイーンズブールバード線は8駅 5.6km に渡って延伸されて終端駅がジャクソンハイズルーズベルトアベニュー駅からユニオンターンパイク駅に移り75番街駅はその途中駅として開業した1953年に駅は40万ドルかけてホームの延伸工事を行った駅は 相対式ホームに面イ4線の駅で、急行線は平日のみ E 系統が使用する。改札はホーム上に位置するが、改札の位置の都合でホームごとに分離され改札内で両ホームは接続していない。駅のタイルは緑に白字で 75TH アベニューと書かれている。上には緑のラインが設置されている。1990年代にピューリタンアベニューの名前が、 外された。改札外はホーム全庁にわたって設置されている。改札外は全区画が営業中である。地上へは75番ロードマイナスクイーンズブールバード交差点南東、75番街クイーンズブールバード交差点南西と北西に1カ所ずつ設置されている。駅の西に環球館で両当たり線がある。海系統及び週末の E 系統がこれを使用し、 急行線へ転戦する。なお、深夜の E 系統は、全区間各駅停車なので使用せず直進し、ホレストヒルズ -71 番外駅観光線へ向かう。このため、当駅から西側のジャマイカ車両基地からの合流点までの観光線は深夜帯のみ使用される。ジャマイカ車両基地への線路が、駅の下に4線あり、12線は折り返し列車で使用され、 東で外2線に合流する渡り線のすぐ奥で終わっている。75番街駅は E 系統及び F 系統が停車する。1970年代には30万人が利用した。2016年には110万2600人が利用した。ありがとうございます。